クイックマッチはオーストラリア海軍の駆逐艦。救急。後に対戦フリーゲートに改装された。1942年収益だが、第二次世界大戦中はイギリス海軍によって運用された。1941年2月6日寄港。1942年4月11日浸水。同年9月14日収益。収益後。 大西洋やインド洋で、船団護衛に従事した。1942年12月1日、フィニステレ・ミサキ製法およそ500マイルの大西洋で、KMF4 船団の護衛中に、クイックマッチは、イギリス駆逐艦、リダウトと共に、船団前方に発見された船の調査に向かった。それは、イタリアの封鎖突破船コーテラッツォであり、放棄された後沈められた。 1944年には東洋艦隊所属となり日本軍支配地域への攻撃を行う空母の護衛などに従事した。1944年7月のクリムズン作戦ではオランダの軽巡洋艦トロンプなどとともにサバンコーの攻撃を行った。1944年11月から12月にかけてシドニーで修理を行う。その後は 日本周辺海域で作戦に従事した。1950年5月15日、退役。対戦フリーゲートへの改装工事が行われ、1955年9月23日に最終役。1963年4月26日に退役。1972年2月15日にスクラップとして売却。ありがとうございます。